誰が最新技術の全てを使おうと何が起こんのか予測不可能。仮に情報筋から秘密を掴もうと一度始まりゃ回避不可能。誰が最新技術の全てを使おうと何が起こんのか予測不可能。仮に情報筋から秘密を掴もうと一度始まりゃ回避不可能。総理は軍事大国へと声高、サイバー攻撃に核の小型化、いかにも冷戦が終わったかのように見せて実はチェスの駒だった。いつも政府は皇室を政治利用、また合同委員会の悪意に酔う、入国審査しないなんて言おう。それがなぜなのか考えてみよう。世界はいつだって覇権争い、違うっていうやついるなら来い。あれ以来秩序を失った砂漠は固くなな科学者がまた爆破、自爆テロ車ごと炎上、穏やかな風景が一瞬で戦場、激しい衝撃爆音に閃光、勇敢な死こそが正義と洗脳。ミサイル原発地震核、移民と宗教子供が自爆、豪雨に風化全ての方角、神にさえわからない解決策。ミサイル原発地震核、移民と宗教子供が自爆、豪雨に風化全ての方角、神にさえわからない解決策。見回すと365日24時間悩ましい事案、不安定な地盤で活断層、爆弾と同じだ落盤も、たくさんの拡散も虚しい、月と海嵐呼ぶるなし、どうもこうも体力消耗、今日も威力の方もどうも。気候変動迎える限度、世界全土に来るジエンド、洪水に憔悴地震に津波、死に物狂いで金網つかみ、一方水不足干ばつすごく、山火事動くと結果は無国、自然が試練だ支援はジレンマ、リメンバー視線が合わない偽善者。プラネンボーどこか勝者。誰が最新技術の全てを使おうと何が起こんのか予測不可能。仮に情報筋から秘密を掴もうと一度始まりゃ回避不可能。誰が最新技術の全てを使おうと何が起こんのか予測不可能。仮に情報筋から秘密を掴もうと一度始まりゃ回避不可能。